一般命令第1号とは、日本の降伏に向けて、アメリカ統合参謀本部が作成し、1945年8月17日に、ハリー・エストルーマン大統領が認可した命令である。1945年9月2日に、日本の降伏に続いて、大日本帝国の代表者に対して、ダグラス・マッカーサー元帥が発令し、大日本帝国の大本営が、 日本軍に対して発令した、連合国最高司令官司令の一番目の司令である。一般命令第一号の原本日本軍に対し、指定された連合国の司令官に降伏、すべての現時点での部隊配置を明らかにし、後日の武装解除に向けて軍備を保存するよう命令している。また、軍事施設、捕虜、抑留者に関する情報提供命令も含まれていた。 各地域の日本軍の降伏先司令官は、下記の通り、第1条第6号、第8号、第2号、第5号に基づくものである。特に、朝鮮半島は、後に生じる北緯38度線における、朝鮮分割の誘引に影響を及ぼすものであった。原本は、外務省外交資料館にて保管されており、一般公開されることはなかったが、 戦後70年となる2015年8月31日から9月12日にかけて外交資料館の展示室にて初公開された。ありがとうございます。